ふたこい58回目。さあ今回もルルララに負けないように頑張っていきましょう。第6話、猫耳が生えちゃったにゃん、生えちゃったにゃん、ね、ああ一条姉妹猫耳か。予想外すぎる。猫耳で来るか。ヤッホー、こんなところで会うなんて奇遇だね。一条姉妹この前変な本渡したでしょ、二人にルルララに。笑われてるんですけど。ダメだよカオルコちゃん、笑っちゃ。なになに、何の笑い、何かあった、聞いたわよダーリン。なになに、なんだその変な笑いは。キスしたんですね、ルルちゃんとララちゃんに。なんで聞かれてんだよ、もう捕まれよ。な、え、大胆だよね。なんでそんなこと知ってんですか。あれ絶対本人たち言ってんな、言いふらしてんな。あれはそのなんで知ってるの。もう焦っちゃって。そりゃ焦るわ。ルルちゃんとララちゃんが本を返しに来てね。はい、その時に教えてくれたの。マジっすか。罪に置けないな。現代の光源氏。この憎い憎い。もうね、ちょっと待って、あれは事故なんだって、本当偶然なんだって。偶然、それも女の子には大切なエッセンスよね。なんか本当一条姉妹とひなぎく姉妹似てるわ。やっぱり運命かな。うん、あのね、倒れてたまたま唇が触れただけ。いいのいいの、そんなに照れなくて。ラブコメにはありがちですよ。でもダーリン、その先はまだ早いと思うんだけど。何言ってんだよ、その先って。この思春期め、幼馴染として一応忠告しておくね。何を言ってんだ、まさかあの二人何か言ってた。もうダーリンから。ちょっともうこの二人も本当に、ルルなら何を言ったんだ、その先、キスの先だよ。いやでもなんかこのまま本当に話が流れてっちゃったらありえそうで怖えんだよな。草萌え公園行ってみよう。捕まっちゃうよ。もう捕まっちゃうんだこれ。ルルララ、あ、スインビュー。あ、お兄ちゃん、どうしたの。この前のキスのことみんなに話してるだろう。お説教だお説教。言いふらしちゃダメなの、そういうことは。言ってるよ。言うなよ、バラしてるのは二人ともだな。間違いないな、これは。いいわ。当たったよ、やっぱり。だってお兄ちゃんとファーストキスだもん。おう、やっぱりみんなに知ってもらわなきゃ。自慢して回ってるのか。ファーストキスってあれは、うん、キスじゃない、偶然じゃないか、忘れた。でも全部否定だな、これ難しいな、どうしようか。事故じゃないか、真面目に言ってみようか。違うもん。違うの、階段転げ落ちたけど。そうだよ、お兄ちゃんがルーたちに強引にキスしたの。そうやって言いふらしてんじゃないだろうな、もう変態じゃん。そうしたら強引、まさかみんなにもそう言ってるの。まだ言っちゃダメ、それ。これから変な誤解が生まれるから。ダメだね、絶対にダメ。とにかくみんなに喋るのはダメ。つまんない。つまんないか。みんなに教えたいな。じゃあ黙ってたらご褒美あげるよ。お、さすがルルララの使い方が分かってきたね、これ。ご褒美。ちゃんと約束を守れればね。キスがいい。そういうことか、キスの先って。まあもうちょっと本当に、ディ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 ープキス。テレビでやってたんだよ。何見てんの、テレビで。恋人たちの愛の深さはディープキスでわかるんだって。そんな見ちゃダメ、宮城さん。この二人からテレビを取り上げて。ねえ兄ちゃん、ディープキスはダメだよ。ご褒美、他の双子ともまだしたことないよ。
分かったよララ、分かったよルル、大きくなったらね。でもここはちょっとバランス的にララちゃん枠増やしたいんだよね。分かったよララ、うん、ディープキスしよう。ディープキス、ディープキス。こんなディープキス拍子初めて聞いたわ。ララちゃんだけ喋っちゃおうかな。喋らないで。分かった、ルルもディープキスしちゃおう。もうやったー、子供作っちゃおう。どうしたもんかな。じゃあ今すぐして。展開が早い。またご褒美は後で。なんで、だってご褒美ってのは約束を守った後じゃないと。あ、そうだよね。だからちゃんと守れていたらディープキス。本当、約束だよ。約束する、いいのか、よくね。よし、ルルちゃん、頑張ろう。言いふらしちゃダメだよ。で、ディープキスしたら、そのディープキスのことを言いふらされるんだろうね。あ、ママ、聞いて。言っちゃやめよ、ちょっと。今度ね、お兄ちゃんとキス。こらこら、ストップ。全然聞いてない。約束何にも守れてないじゃないですか。マーボーだよ。でもラブバランスはマックス入ったね。あー、ディープキスか。ちょっとねえねえお兄ちゃん、あのね何ですか、今度はもう立て続けに。お兄ちゃんはカオル子ちゃんとミネコちゃんたちとララたちのどっちが好き？そんなまた直球に来るな。結構一条姉妹のことライバルにしてんの。じゃあアイお姉ちゃんやマヨ姉ちゃんとは？桃井姉妹？そんなの比べようがない。でもどうしたの急にそんなこと言い出して。だってララたち、お兄ちゃんのお嫁さんになりたいから。そうだね。だからお兄ちゃんの好みを知っておかなきゃダメでしょ。好みか。そうなの、お兄ちゃんの理想のお嫁さんになるの。甘さんになるって言ったからね。頭丸めないといけなくなっちゃうからね。ルーたち大人だもん。ダメダメ、そんなこと言ってること自体が子供の証拠だよ。じゃあお兄ちゃんはルーたちが大人になったら結婚してくれる？二人同時に結婚する甘さんっているのかな。ジャンクション。あ、綺麗なお姉さんになったらね。このイベント多分前一回見ましたよね。その時はジャンクション蹴ったのかな。じゃあ大きくなったら結婚してくれるの？はい、そうだよ。ルルとララがもう少し大人になったらね、ディープキスしちゃうからね。そっか。どうしたの？早く大人になろう。何の納得をしたんだろう今。大人でも大人に憧れる年頃なのかな。二人で綺麗なお姉さんになろう。でも確かに周り見渡せば綺麗なお姉さんたちばかりですからね。よしルルちゃん、早速大人になるために研究しようね。研究、綺麗にならなきゃ。なんかちょっといやらしいな。かなり嫌な予感。なんだなんだ、何があるんだ一体。で、家帰ってきてもこれだからね。もう疲れるわ。ただいま。あ、お兄ちゃん、よかった。ちょっとこっちに来て。なになに？でもなんか一人、変なものララちゃんだけ。変なもの？もう変なものだらけだな、この家。いいから来て。まだ宮城さんのなんか、怪しいグッズが、大人のおもちゃがあるんじゃないのか？あれでも本堂に来ましたね。あ、お兄ちゃん、これなの。なになに？これこれ。箱？ちょっと待てよ、なんかオカルトな展開じゃないのか。ずいぶん年季が入ってるけど、どうしたのこれ。屋根裏で遊んでいたら出てきたの。屋根裏で遊んでたの？また変なところで遊んで。ねえお兄ちゃん、これ何？これ意外や意外、ホラー展開じゃないの。なんだろう、占領箱みたい。お札とか貼ってない。占領箱って何？昔の金庫みたいなもの。時代劇は見たことない小判が入ってる箱。ことある。これお宝なんじゃないの？中には小判が入
すごい入ってたらお金持ちだね。お金持ちではあるけどね、すでに何が入ってるのか僕にはわからない。それに本当に小判が入ってるんだったら重くてルルやららには持ってこられないはず。ミネズさんは知らないかな。ママはお買い物に行ってるよ。あれちょっとまたひなぎ風景の謎が一つ。いやでもこういうの勝手に開けたらね、なんかあるよね。開けて開けて。またバッチ当たりなことや言って。ちょっと待って、何か書いてある。ん、こう開けるべからず、金を破り開けたるものはにゃんと。そういうことか、ちょっと読めてきたぞ。にゃんとにゃんとにゃんと、その身に怪異が訪れるにゃ。にゃん、まさか猫耳が生えるんじゃねえだろうな。なんだこれ、変なの。それこそ本当オカルトだぞ。にゃんと訪れるにゃん。気に入っちゃってんじゃん、にゃんと。へん、へん、壺入っちゃってルルララちゃん。だけど開けるべからずって書いてあるし、何か大事なものかもしれない。やっぱり小判だ。呪われてんだよこの箱は。開けたいの。お兄ちゃん開けていいでしょ。でもこんな呪いあるかい、にゃんとって書いてある。開けてみようかって思っちゃったよ。うん、じゃあ、え、これ紙がかかってる。開かない。本当だ。うん、こりゃ困ったにゃ。こうやって紙を隙間に入れて、小ずるいことしてんな。何をしているの。鍵開けの術だよ。忍法だな。お兄ちゃん知らないの。もうなんかそういう横からトントンと、うん、開いた。開いちゃった。ハッキングスキルだよ。すごい。忍者の家にはこうやって鍵を開ける扉があるんだよ。うん、お兄ちゃん知らなかった。ダラたち知ってたよ。さすがですね、よくそんなことを知ってる。いやいや、すごいでしょ。でも問題は開けちゃったっていうとこなんだけど、感心していいのか悪いのやら。じゃあ開けてみよう。うん、ルーたちが開けたい。はあ、いいよ。やったー。じゃあせーの、えい。あ、開けてしまう。禁断の箱を、なんだ、一体どうなってしまうのか。うん、なんか煙が出たんですかね。びっくりした。煙がいっぱい。煙か、よかった。一瞬二人が見えなくなったから何が起こったのかと思った。残りか何かが溜まってたんだ。で、中には何が入ってる？あれ？何も入ってないの。何もない？煙が出ただけ？うわ、怖え。何それ？残念。だいたいこんなもんだよ。そうそう、宝物なんて出てこないもんさ。もっと探してみよう。うん、今度こそ宝物見つけるの。まだ探すの？うん、見つけたらお兄ちゃんにも分けてあげるね。毎度のことだけど元気だな。もうじき宮城さんが帰ってきて夕ご飯だよ。あ、そうか。ルルとララの分も僕が食べちゃっていいなら。そんなのダメ。ね、いっぱい食べないとね、ルルララはね。これでとりあえず1日が終わったけど、いやー、これ明日かな。明日どうにやるのかな。おはようございます。あ、宮城さん。あ、いいところに。いいところ、何々どうかしたんですか。ちょっと見て、あれ。何？朝っぱらから何？あれって？あ、お兄ちゃん、おはようにゃん。生えた。猫耳生えたにゃ。こんな見事に生えるもんかい。おはようなのにゃ。本物の耳？にゃ？
おはようにゃなんだそれ、にゃんだその頭もう貝だよこれ。ヘニャのあのね、ルーたち、猫にニャったのあざといあざとさ 100% だけど可愛いニャ。ルルララに猫耳だよ。もうすごいな、いろんなこういうフェチの人を楽しませてくれるゲームだな。すごいな、双子猫耳か。これは他の双子もなかったな。ニャ遊んでないニャいやだから昨日のあの箱がなんかあるんだよ。学校での出し物の練習？違うにゃんにゃん。いやこれ二人学校行けないよ。尻尾まで生えてんのこれ。尻尾？猫耳といいよくできてる。この肌触りなんか本物みたい。にゃんバケモンじゃねえかよ。もうエッチにゃんってしょうがないでしょもうこれ。ルルララ、この尻尾ちゃんと生えてる。エッチエッチエッチか、そうか。ごめん、みやびさんどうなってるんですか。ルルララに耳と尻尾が生えてますよ。どんなセリフだよオタクの双子さん化け物になっちゃいました。それが猫娘になっちゃいました。私もさっぱり、朝からこの調子なのよ。の割にはみやびさん結構冷静ね。どうなってんの。わかんにゃわかんにゃい。朝起きたらついてたにゃ。元の設定からしておかずだからな。面白いにゃ結構気に入っちゃってるんじゃないかにゃ。動くにゃ、ピコピコ、自分で動かせるんだ、すげえ。にゃにゃ、かわいいにゃ。かわいいにゃ、あざとい本当にもう、かわいいことはかわいいけど変な病気かしら。何か知らないいや病気はちょっと分かんないですけど、特にはもしかしてこの前の箱のせい。箱？そうなんですよ、この前屋根裏で変な箱を見つけて中には何も入ってなかったんですけど。何かしら。この家には私も知らないものがたくさんあるしもうひなぎくのご先祖様、何の呪いを込めたのこれ気にしないのにゃ。何の術。そうなのにゃ。にゃん、まさに怪異現象だ。もしかして魔法か呪いか。心配だわ、どうしましょう、困るわ。ねえこれどうにかしてあげないと。ルーとララの学校はどうします。一応収まるまで休ませようと思うの。そうだよね、こんな状態じゃなくて外だって歩けないよ。学校行きたいにゃ。いや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 、ダメです。そんな格好で表に出たら怖い人に連れて行かれちゃうわよ怖い人ってにゃん。はあ、これは夢だきっと。夢落ちの方がまだまし。あ、自宅にいるにゃん。そうだよね、外出れにゃいいから、出れにゃいいからね。これどうするかい。ただいまにゃん。おかえりにゃさーい。その口調は何なの。自然と出ちゃうもんなの。ただいま。やっぱり夢じゃなかった。お、猫耳ツインビューだすごいな、ちゃんと生えてて。ルルララ気分はどう。気持ち悪いとかない。大丈夫にゃ、普通にゃ普通にゃ、いつも通りだな。なんかあれだね、本当に本格的に一線超えた感じするね。この猫耳生えちゃうっていうのは何か不憫なことはない。別にないにゃん、いつもと一緒にゃん。いつもより体軽くなってんじゃないの、猫になっちゃったから。みやびさんの顔見てみやびさんの顔見たって面白いな。心配はしてるけどちょっと顔見たって聞いてみたい。みやびさん軽い口調だったけどすっごく、あ、ルルたちのことを心配してる。あ、泣いちゃう。あ、今のあのアイコンにも猫耳生えてたよちゃんと。でも本当にどうしてそうなっちゃったんだろう。わかんないにゃん、やっぱりあの箱から出た煙にゃん。まあ原因はあれしかないですからね。多分そうにゃん。にえって、にえは違うか。でも僕は少しは煙を吸ったけどなんともならない。女の子限定にゃん。
あー都合いいにゃん。お兄ちゃんはあんまり吸わなかったからだにゃん。怪しい煙吸っちゃったんか。僕がルルの代わりに吸えばよかった。僕がララの代わりに吸えばよかった。あーじゃあここはルル、そんなのダメにゃん。あれ違った。ルーは結構楽しんでるにゃん。そうのにゃん。それがせめてもの救いだよ。ごめんなルル。あでもバランス良くなった。あほら猫耳生えてる。いいんだにゃん。第一お兄ちゃんには似合わないにゃん。それを言うなよ。お兄ちゃんは猫は嫌いなの。猫好きにゃん。ルーたちは好きだにゃん。うん僕は犬の方がいいな。いやいや猫好きだよ。おーよかったにゃー。よかったにゃかわいいなこれ。お兄ちゃんに甘えるにゃー。あらドア。じゃあお兄ちゃんにゴロゴロするにゃー。ゴロゴロゴロ。割といつも通りだけどな。甘えてくるのは。ララもするにゃ。くるくるくる。おいおいそんなにすりつくなよ。本当の猫じゃないんだから。猫だもんにゃ。なぜなにしてにゃ。いつも以上に甘えてるの。え、ララの背中をなんでなんで。ルーの顎のところをなんでなんで。ああ顎撫でたいけどな。でもここはバラン。あいやバランス的にそっか顎か。ルルだな。うん、顎撫でなで。おお。にゃんにゃんにゃん。天国だにゃん。にゃんにゃんにゃん。すごいな。うらやましいにゃん。優しいにゃん、お兄ちゃん。これもでも今回限定でしょうからね。結構レアだよね、いろいろとね。本当に猫みたいになっちゃった。昼間は何してた？ご飯を食べてお昼寝にゃん。猫にゃんそれ。うん猫さんだにゃん。にゃーん。でも変化したのは尻尾と耳だけ。肉球とかになってない。ヒゲが生えてきたりして。でもここはララにヒゲが生えてきたりして。な爆発したにゃん。おひげ猫のひげだよ。ピンとしたやつ。ララはまだか。それはそれで。ララは女の子にゃん。おひげは嫌にゃん。狭まっちゃった。そういえば宮城さんは知らないにゃん。ママ昼間は電話したり外に行ったりしてたにゃん。どうにかしようと頑張ってくれてるにゃん。あ終わっちゃったよ。ツインビーバランス悪かったにゃん。難しかったにゃん。変化なし。一個も入んなかったにゃん。みなみさんも必死だ。どうにかしないとにゃ。土曜日ですけども。あ、ひらゆらちゃん。おはよう。おはようございます。どうしたのひらゆらちゃん。なんだか楽しそう。いっそのことみんなに猫耳生えてほしいな。あ、猫耳じゃなくて、だからいろんな動物を。ルルちゃんとララちゃんが猫になっちゃったって、本当？なんで知ってんの、そんな情報。え、うん、昨日、あ、宮城さんからか。偶然に宮城さんにお会いして、また新聞部が相談されたの。スクープしたのかと思った。相談、そうだ、キラユラちゃんに相談してもな。なんだか街中至る所で調べていたみたい。すごい、宮城さん頑張ってるじゃん。お母さん。ああ私も聞いたな。マジか。いろんなところで聞いて回ってるよ。お前に聞いても何にもないと思うぞ。宮城さん本気で心配なんだ。あでもいろんなところからね、情報をね。大阪そりゃ当然だろう。やっぱり聞く相手を選ばないとな。なぜだなぜ俺だけ。はぶられてる。聞いてないぞ。これ以上話を複雑にしないでくれ大阪。俺も混ぜてくれよ。でも本当に猫耳が生えたの。本当なんですよ。嘘のような本当の話でね。見てみたいな。ル
ルルちゃんやタラちゃんの猫耳でもそんな変わんないよきっとすごく可愛いよね。可愛いは可愛いけどね。でもいわゆる獣っていう方々にはたまらないのかな。何？双子フレンズですね完全に。なんだよお前。いいな。でもこのままなのは良くない。いいだろうが。最高だよ。リアル猫耳少女。男のロマンだぞ。お前。ビバ猫耳。そういう性癖があったのかお前。何を言ってるんだい。そうは言ってもニャンニャン言葉で甘えられるのも悪くないとか思っているんだろう。まあ正直悪く似合い。そんなことは嘘はいかんな。君のその締まりのない顔が全てを物語っているよ。なんて羨ましいやつだ。大阪お前どうしたんだよ。夢のようなプレイを毎日。プレイって言うな。エブリデイ。プレイってなんだプレイって。はい、みんな。はい、お姉ちゃん。おはようございます。これ、お姉ちゃんにも知られてるんだろうな。ほら先生だ、早く席に戻れ。仕方ない。大阪のフェチとかいいんだよ。それじゃ、何か分かったら教えてね。結構オールマイティーだな、大阪。そっちも何か情報があったら教えてね。いやー、変態ぞろい。え、みやびさんから。もうみやびさん、いろんな人に、愛先生にも聞いたんだ。ルルちゃんとララちゃんが大変なんだって。大変、まあ大変だね。どうしたらいいのかわからなくて。猫科か。それって。猫科、あ、なんか思い当たる節があるんですか。何か知ってる。うん、なんでもないわ。ん？何かあったら。すぐ先生に相談してね、きっと力になるから。何ちょっとありがとうございます愛先生。きっとよ。はい、と言っても愛お姉ちゃんに相談してもどうにかなるもんじゃない。これだからどうやって猫科を解くか、まあ、自宅行きましょうか。動物病院行ってもしゃあないもんな。ちぐさ動物病院行ってもね。ただいま。おかえりにゃーん。このちょおーどお前バカ、お前バカ野郎、何ついてきてんだよ大阪。なんでお前がここにいんだ。猫耳娘のいるところ俺は必ず出現する。変態、もう何言ってんの、何しに来た。それはほれ、ルルちゃんララちゃんにこういう格好をしてもらうためにさ。こういう格好、何どう、見て見てお兄ちゃん。何着さしてんだよ。これ、すごいな、猫耳メイドか。大阪のフェチなんだろうな、猫耳メイド。いやでもこれ素晴らしいな。これは正直100点満点だな。あざといけどな。ひらひらにゃん、ひらひらにゃん、ご主人様にゃん、すごい。いやこれはでもいいな、かわいいな。うん、大阪よくやった。ブラボー。ブラボー。思った通りだ。どうだ？かわいいだろ。勝手に家入ってきて何してんだお前。かわいいけどなんて格好させてるんだお前は。なんて格好ってメイド服だぞ。なんでメイド服持ってんだろうね。基本か、猫耳メイドは。いやでも似合うな。基本じゃない。ルルもララも早く着替えてきなさい。男はみんなこの格好にメロメロだって教わったのに。大阪の言うこと当てにしちゃダメ。何を教えてるのお前。いやとりあえずメイドみたいな。みたいなじゃないよ。何がとりあえずは。ルルララこいつの言ってることは嘘だから。そうなのよ。このお兄さん変質者だから。でも普通に可愛いのに。まあ可愛いな。可愛いのは合ってるな。普通じゃない、断じて普通じゃない。早く着替えてきなさい。残念だにゃん。待って、その前に写真を。写真チェキは有料です。ほらルルララ早く行って、せめてポーズと目線を。撮影会になってるじゃねえか。ダメだっつうの。大阪一条ファンクラブに入ってのお前また後藤にボコされるぞ。コスプレ大会はもうおしまい。あ、みやびさん、みやびさんと大阪っていうわけわかんないツーショットになっちゃった。なんでこいつを家にあげたんですか。え、だって親友なんでしょ。なわけない。どこの
の死ですよ。いやいやいや、単なるクラスメイトです。まったく、こいつと来たら照れ屋でして。そうね、猫耳みたいだけですよ、こいつ。どうぞ。お構いなく。いやー、みやびさんみたいな美人にお茶を入れてもらえるなんて光栄だな。誰でもいいんだな、お前。あら、もうおだててもダメよ。お菓子を持ってくるわね。あ、うまいな。あー、いえいえ、本当にお構いなく。遠慮しないで。ちょっと待っててね。食べるでしょ。いただきますけど。すごいご機嫌だったみやびさん。綺麗な人だよな。まあ、そうだよ。年上美女に猫耳少女。ここは人類最後の楽園じゃないのか。確かに俺もたまにそれは思う時もある。お前は羨ましいな。お前、しかし意外に口がうまいな。本当は結構モテるんじゃないか。はあ、モテモテなのはお前じゃないか。何を言ってるんだ。いや、ちょっとそう思っただけ。いや、でもね、大阪のおかげで猫耳メイド見れましたからね、ルルララのね。よくやった。おはようございます。にゃーだよね。起きても寝ても食べてもにゃーですよ。猫か。起きるにゃー。大きな猫が2匹いますね、これ。朝だにゃー。なんだこれ。起きるにゃー。にゃー。朝だにゃー。朝からこれはなかなかしんどいぞ、でも。あ、顔に触ってるぷにゅぷにゅしたものは何何。あ、にゃ、かわいい。あ、ペロペロしてるララにゃん。かわいいにゃん。これずっと見てられるにゃんね。ペロペロかわいいな。ペロペロ。耳は動いてない。あ、動いてないか。ペロペロ。これいいな。相変わらず寝坊好きなのにゃん。にゃん。なんだその手は。猫の手だね。確かに、どんどん猫っぽくなってってんじゃん、動作も。ほんと猫になっちゃうんじゃないの、どんどん。猫化が悪化している。そうかな。まあ、かわいいにゃん。こりゃいくらなんでもまずい。そうだね、そろそろほんとなんとか仕上げないと。みやびさん大変です。これを見てください。にゃんにゃんにゃん。引っ張ったら痛いにゃん。おはよう。あら、うん、おはようにゃん。おはようにゃん。にゃにゃとにゃの使い分け。これって、え、肉球。肉球まで出てきちゃった、うん、というか猫の手ですよ。やばいですよ。どうしましょう。困ったわね。お箸持てないわね。スプーンで食べる。でもこれほんとなんとかしないと思う。まずいって。ならご飯は食べられるわね。そうですねって。そうじゃないでしょう。悪化してるんですよ、なんとかしないと。でもどうしていいのかさっぱりわからないし。いや、そんなこと言ってる場合じゃないよこれ。確かに。にゃにが、君たちのことにゃ。喜んでる場合じゃにゃい。にゃにゃ。でも本当にどうすりゃいいんだろう。もうじゃあずっと猫を。何、お昼寝しちゃってるにゃ。にゃー、ポカポカみゃー。みゃー。日向で丸くなるなんて本当に猫みたいね。これ困ったね。このまま悪化したら次はヒゲですよ。まずいな。そうね。困ったわね。お、なんだ、外が騒がしい。そうね、ちょっと見てくるわね。なになに、もう次から次へと。ああ、見とく。何が起こった。お客さん、大変。なんだか、なになに、なんだか大勢集まってきちゃって。みんな見に来たんだ。みんな服とカメラを持ってきてるのよ。大阪大量発生じゃん。昨日いろんなところでお話ししちゃった
からみんな見に来ちゃったんだわ。それで猫耳娘を見たくて。でも服って一体メイド服、大阪だあのバカ。あいつまた言いふらしてんだ。私は着替えてくるからお茶菓子の用意をしておいて着替えてくるからってみんな招待するの？だってせっかく来てくださったんだし。あー、お寺は来るものを拒んじゃいけないし。そっか。それに誰か直し方をしてるかもしれないじゃない。猫耳娘がいるお寺怖いけどな。ちょっとじゃあしばらくお客様お願いね。何教なのこれ？双子教か。しかし雅さんたくましいというか、そうだね、なんか商売魂がある人だね。なんかあ、夕方になって結局分かんなかった。そうね、みんなじゃあ猫耳メイド、あ、メイドか分かんないけど二人を見に来ただけだ。どうしたの？元気出してにゃ。まあ珍しいからね、天然の猫娘だからね。ずっと写真撮られてたけど元気なのにゃ。すごいにゃ、みんなアイドルみたいだにゃ。確かにね、アイドルだね。そりゃ確かに大好評だったけど、これ新聞部の練習もしてんだろうな。見せ物になるだけだよ。そうだよ、それはいかん。なんとか元に戻さないと。でもどうしたら。そうね、どうせわからないことに悩んでも仕方ないわ。あの箱をどうにかすればいいんじゃないの。お腹も空いたしご飯にしましょうか。気楽かよ。みやびさん、お腹空いたにゃ。キャットフードでいいんじゃないのこの二人は。もうそうにゃにゃにゃみゃ。ごめん。お、ごめん。誰？また誰か来た。はい、ちょっとお待ちください。うん、今のは誰だ。なんだこの展開。偽物にゃ。また可愛い洋服着るにゃ。うん、今度はにゃんの服だにゃ。全部撮った写真欲しいけどにゃ。コスプレが気に入ってるにゃ。この二人コスプレ好きだもんね。忍者のやつといい、テニスウェアといい。楽しいにゃん。うん。あ、アイお姉ちゃんとマイお姉ちゃんじゃん、この二人。メガネどうしたんだよ。なんかすごい服着てるけど、この人たちは一体誰なんですか。え、入ってきた途端、ルルもララも気を失っちゃった。え、そういう力があるの、桃井姉妹。あ、ね、通りすがりの双子の巫女さんだそうで。巫女さん？巫女なの？桃井姉妹って。その通り。M。ただならぬ勇気を感じ、参上した次第。喋り方、マイお姉ちゃんでしょこれ。そうなのよ。だからアイお姉ちゃんじゃないですか。このままだと大変なことになるし。ほう。ちょっと。なんか正体隠して。謎の巫女としてやってきた。待って、我々がこの汚れなき無垢な少女に救う呪いを見事に打ち払ってみせる。そんな特殊能力持ってんのこの二人。お礼は結構。はあ、うさんくさい。今うさんくさいって顔した。すいません、そんなことはないです。ってなんで僕の名前を。霊能力じゃん。なんなんだこの展開。まあ、まい。まいっつっちゃって。とにかく呪いを解くぞ。学校でアイお姉ちゃんが言ってたのはこういうことだったのか。にゃーん。呪い解けるの？なんか怪しいけどダメでもともとなんだからルルララやってもらえ。にゃーん。では。お、すげえ。ピョンポシャン。本格的だ。かい。でなんとかなんとか。しまった、間違えた。違うのかい。仏教は関係ない。我願いたもんはこの少女たちにつきし猫の汚れを、猫の汚れ洗いたまえ、清めたまえ。言い方はそれっぽいんだけど大丈夫なのかこの巫女さんは。これ変装の意味あんのかな。うわー、あ、でもすごいよ、なんか風が出てフラッシュバック。おー、なんかすごいすごいエフェクトが。てってててー、あ、猫耳なくなった。すごい、元に戻った。ふぅ、これでいいでしょ。すごいじゃん、桃井姉妹。なんでこんなことできたの。悪力退散、我らが霊力を見たか。
悪霊だったのやっぱりあれ。すごいわ、驚いちゃった。動物の霊ってでも怖いって言うからね。むちゃくちゃだけどすごい。どうなってんだ。うん、ではこれにて、うん、失礼します。あら、せっかくだからお夕飯でも一緒にどうですか。みやびさん正体分かってんじゃないの。本当やった。ちょっとダメでしょ、うん、非常にありがたいが正体は明かさないんだ。我々は先を急ぐのです。すべての妖魔が去る日まで我々の戦いは終わらない。ということで失礼しますね。言い方もう本当に大丈夫なんですか。また再発したり。大丈夫、何かあったらすぐに美人の担任の先生に相談したらいいから。美人の保健の先生にもね。この二人は。じゃあね、さようなら。巫女さんだったとは知らんかったな。意外なとこに頼ったね。意外な解決法だった。ルラララ気づいた。あ、元に戻った。あ、猫ちゃんの耳がない。うん、あ、本当だ、ララもない。口調も元にね、可愛かった、戻りましたね。残念か。いや、それでいいよ。やっぱり二人はそのままが一番可愛いって。本当？あのじゃ人間に戻れなくなっちゃうよ。可愛い？やっぱり僕は普通のルルとララが一番だと思うよ。よかったわね。普通が一番可愛いって。うん。うん。じゃあ普通にするね。あんなことがあったのに動じないな、この二人は。どうやら一段落ね。ほらほら、ご飯にするわよ。手洗うまれってすごい。うん。でもあの巫女さんどっかで見たような気がするな。本当にね。いやー、お分かりいただけただろうか。ひなぎくけに潜む猫の悪霊とでも言うのだろうか。妖怪双子猫娘でございました。属性てんこ盛りだよ。本当にもうなんかいろいろ欲張りなゲームだよね。ジャンル分けができないよね。凄まじいわ。凄まじい疲労感だわ。以上、今回はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございましたにゃ。いやー、双子って本当にいいものですにゃ。